はい、待ってました。いえ、ちょっと待っただけです。これが雪の日とか、もし暑い日だったら怒ったかもしれませんけど。約束の時間が10分過ぎたくらいで家の中に。今日はもう来ないかと思っちゃいました。ほら、遅刻っていいことじゃないですよね。でも今日は嬉しかったです。遅刻してくれたおかげか、心の整理がつきました。先日はごめんなさい。きっとたくさん困らせちゃったと思います。私のことは気にしないでください。ちょっとした冗談だって思ってくれていいです。勝手な言葉がトーマさんの鍛錬を邪魔しちゃったら嫌だし、私は平気ですから。平気なんです。それはあれです。改めて言うのもあれですが、私がそのトーマさんを好きってことです。平気ですから。これが原因でトーマさんに敬遠されるのだけは死んでも嫌ですから。今からずるいお願い言いますけど、いいですか？ありがとうございます。私は思いを伝えられただけでも嬉しいんです。ずっと胸の内で苦しむのは辛かったから、関係が壊れちゃうのが怖くて言えなかった。これからどれだけの時間かは分かりませんが、トーマさんと過ごすその時間を大切にしたい。友達としてでも、妹みたいなものとしてでもいいです。ちゃんと私を見ていてくれますか？それが私のお願いです。
頑張ってください。私ちゃんと聞いてますから。ドキドキ。私のどこが好きですか？だって信じられないです。私に同情してくれてるんじゃないかって。じゃあどうしてですか？さんのダメなところも全部全部好きです。だけどきっとトーマさんはそうじゃないはずです。私の嫌いなところだってあるはずですよ。だけど好きなところってあるんですか？私こそ、私なんかでいいんですか？マチル、そろそろ家に入らん。あら？あら？あらあら？私がいない間に仲直りしちゃったみたいね。いやいや、これはそのふん、何があったのかしら？やっと来た分際で何一人でやれやれみたいな反応してるの。2時間近くの遅刻、お咎めは覚悟してきたわね。
訳で済むなら大麻師はいらないわ。さーて、どんな罰を与えてあげようかしら。お姉ちゃん、ダメだよ。あら、どうして。トーマさんが怪我したら、その、困るし。すぐ治るわよ、ね。とにかくダメ。もう一人だけの体じゃないってこと。そっかそっか、そういうことか。深くない、深くない。でも深い、深いったら深い。はあ、何言ってるの私。ああ、なんかかわいそうになってきたわ。だって二人して幸せそうな顔してるんだもの。なんか寂しいじゃない。しっかりね、トーマくん。とにかく私は応援してるから。その代わり泣かせちゃダメよ。よろしい。話してたんですか。怒ってません。お姉ちゃんと何話してたんですか。私、お姉ちゃんみたいに魅力的じゃないし、きっと私なんか遊びで。だけどそれでも我慢します。私がトーマさんを好きな気持ちは誰にも負けてない。私だけなんだ。私とお姉ちゃんしか知らない秘密の場所です。もちろんです。本当はもっと前に教えたかったんですけど、恥ずかしくて。
ぼうしてると嫌なことは流されていく感じがします。今だけはあのことを忘れられる気がします。もしかしたらあの仮面は…トーマさん、帰りましょう。いえ、ちょうど起きていたので。少し出かけました。かすみちゃんが連絡もなしにこんな時間まで帰らないのは不自然ですね。残念ながら違います。今日は教会から連絡はありませんでした。やっぱり。私も行きます。来ると思っていたぞ。そろそろお互いに顔を見飽きてきた頃だろう。
さて、私はどっちの相手をすればいい？無論、兄さん以外にはありえません。その方が私もやりやすいというもの。何ですか、兄さん。ええ、すっかり元気になりました。さて、目的が類似しているからじゃないでしょうか。わからないんですか？兄さんを殺して一つになるんです。トーマさん、貴様の相手はこっちだ。よそ見するならいつまでもしていてください。気づいただけです。兄さんを殺せば一つになれるってことに。早く、早く死んでください、兄さん！何を、私は正気ですよ！兄さんこそ正気ですか？妹にそんな物騒なものを向けて。何を。嘘だよ、そんなの嘘だよ。戦いの最中に雑念か。
私も舐められたものだ。もはや、これは必要ないか。いつ気づいてたの、マチル。お姉ちゃん、どうして？私は質問しているのよ。しっかり答えなさい。最初からだよ。でも絶対違うって言い聞かせてきた。お姉ちゃんが鬼の剣を狙ったりトーマさんたちを襲うはずがないって。そう、どれだけ演じても双子は騙せなかったってわけ。取りなさい。せめて楽に殺してあげるから。ギルティ。やらなければやられるだけよ。大層な霊眼を持っているわね、坊や。霞を倒すなんて、どんな手品を使ったのかしら。ならばどうして。そうか、まだかすかに意識が残っていたか。さすがに秋月当主ともなれば高い霊力を持っているな。知ってどうする。面白い小僧だ。
話は実に単純だ。私は秋月かすみと九重正樹を利用し、あることをなそうとしていた。ふん。八頭神の復活。なら、私をどう説明する？同じ神が存在していても否定するのか？その通りだ。私の名は荒はばき。かつて八頭の神と人間の手によって滅ぼされた神だ。信じられないか？無理もないが、現実を見てみろ、秋月東馬。管理者レベルである九重正樹がいともたやすく意識を乗っ取られるか？秋月の当主が妖魔や霊ごときに意識を乗っ取られるのか？理解に苦しんでいるようだ。多く知る必要はない。私は八頭の神を復活させようとしている。それだけを知っておけ。真相を知りたがるお前たちへの一興に過ぎない。いや、目的をなそうとする私が観客を欲したのかもしれん。誰かの目に留めておきたかったのかもしれん。事実を知ったところで人間には止められないしな。お姉ちゃん、お姉ちゃんをどうする気？この娘の体なら直に返してやる。目的を成し遂げたらな。その穂先でこの娘の喉元を貫いてみるか？どうせ死ぬのは娘のみだ。あの時のように助かると思うが。貴様は私を貫いただろう。攻撃できないだろう。だが戦いを望むのなら相手になろう。どちらにせよ苦しむのはお前たちだけだからな。トーマさん、
ほう、面白い。どういうつもりだ。ダメ、戦っちゃダメ。この娘の体がどうなろうと私には関係ない。完全に意識を奪ったのはつい先日だ。奪うことはいつでもできたが、急ぐ必要はなかったからな。意味もなく大麻集団を呼び寄せることはないだろう。まさか知る由もなかっただろう。誰に向かって口を聞いている、人間が。どうするんですか。逃げ切れると思うな。大麻師たちを応援に呼ぶ三段か何かか。抵抗するな。おとなしく死ね。だけど、人間は繁殖しすぎた。バランスを取り戻すためにもやらねばならぬことがありそうだな。切れるなら切ってみるがいい。私じゃない。お前がそうしようとしただけだ。消えろ。
私をあいつから助けてくれたのね。なんかいろいろわかるみたいね。ちょっと混乱してる。そうね。でもその前にやっておくことがあるわ。これには
触れることすら許されない。ここに簡易結界を張って万一に備える。それからすぐに教会に連絡を入れましょう。仮面を封じるには教会直属の結界師が必要になるわ。それに用心に越したことはない。時間が惜しいわ。急ぎましょう。ここまでが私に分かること。人間だろうと神だろうと復讐心って強いのね。を食われ、それが悪霊になったものじゃないかしら。冥婚やいわくつきのものにはよく宿るって言われますね。そして恨みの先は荒はばきの体によって指定されていた宿の神っていう存在にね。パターンはいくつも浮かぶわ。火極拳を用いて宿の神を復活させるが倒せない。倒すことには成功してもかすみちゃんが無事では済まない。争いの影響で地上は破壊し尽くされてしまうとか。宿の神を封印させたまま剣を取り上げるのが理想だね。
くだらない封印を解いてやるのよ。感謝しなさい。もっとも虫を叩き落としたからになりそうですが。もちろん本気よ。バカね、どうして自分から妹に手を挙げようと思うの？自分が救ってあげたいから。それでもいいと思う。でもきっとそれじゃダメ。これから起こる戦いは勝つことが目的じゃない。かすみちゃんの意識を取り戻すことが大切なの。それはわかるわね。あげなさい。かすみちゃんがこっちに帰ってこれるようにね。お姉ちゃんもそうだったの？ええ、マチルの声がちゃんと聞こえたの。戦いながらそれも傷を負わずに呼びかけ続けられる？鬼の剣、火極剣に切られれば嫌が応でも霊力を吸い取られるのよ。私とマチルちゃんの戦いのように甘くはない。任せておいて。トーマくん、確認しておくけど、森で戦うのって私たちに利はないわよね。久しぶりに使えるってわけね。お姉ちゃん、もしかして。のお楽しみよ。出るのよ。ギルティ、参加崩壊。地形が不利なら有利な地形にするまでよ。あら、私たちの力を見せるのはこれからよ。念のため聞いておくわ。火極拳をこっちに渡してくれないかしら。
かすみちゃん、もう一度言うわ。剣を手放す気はない？今なら誰も傷つかなくて済む。兄さん、そこにいたのね。完璧無視。今のはかなり笑えそうなところだけど。邪魔しないで。いや、邪魔するな。死ね。やっぱり今までのかすみちゃん以上ね。あの剣相手じゃかすり傷もダメなんて。